皆様、こんにちは。お金の研究所です。今回の動画は、現金やばすぎ、世界トップの高配当株というテーマでお話しさせていただきます。本日もよろしくお願いいたします。まず、投資や会計の世界では、キャッシュフローは嘘をつかないと言われておりまして、売上や純利益の数字以上に重要視されている方も多いと思います。 キャッシュフローとか難しいことを言われてもよくわからないよという方もいらっしゃると思いますので、今回の動画ではこのあたりをできるだけわかりやすく解説させていただきつつ、今回ご紹介する銘柄がキャッシュフロー面から見ても面白いと考えている理由についても解説させていただきたいと思っております。それでは早速ですが、今回ご紹介させていただく銘柄は日本特殊陶業となります。 まずこれは日本特殊登業の通気業績の推移と四半期ごとの業績の推移を表しておりますがこのように前期は売上から純利益まで過去最高を更新しておりまして利益面ではその前の期から2割ほど伸ばしておりますそして今期に関しても売上から純利益まで前期に更新した過去最高をさらに更新する予想となっております また直近の1級に関しても好調であり、このように市販機ベースでいずれも過去最高を更新している状態となっております。また進捗率に関しても1級時点ですでに純利益の進捗率は33%程度ありますので、非常に順調に進捗している印象があります。 またこれは日本特殊陶業の2007年からの業績の推移となっておりますがこのように上下はあるものの2009年頃から見れば順調に売上げのトップラインも営業利益も比較的順調に伸ばしておりますここで冒頭で少しお話しましたキャッシュフローについて簡単にご説明させていただきますと今回は営業キャッシュフローに注目したいと考えております 営業キャッシュフローとは営業活動による現金の収支のことを表しておりまして、商品を販売することにより会社に入ってきた現金から、原材料費や人件費、税金などで出ていった現金を差し引くことによって求められるものであり、現金の出入りを表しております。 したがって、健全に営業活動を行っていれば、プラスになるはずの数字となっており、現金をどれだけ生み出したかを表しております。そして、どれだけ現金を効率的に生み出したかを示す指標として、営業キャッシュフローマージンというものがあり、営業キャッシュフローを売上高で割って求めることができます。 これは米国投資で有名な広瀬隆夫さんなどもよく使っている物差しとなっております。具体的に言いますと、例えば売上高3000円の会社が諸々の経費を引いて300円の現金が残った場合に営業キャッシュフローマージンは10%ということになります。 そして日本の全業種の中央値はどのぐらいかと言いますと5.3%程度となっております。そしてこの下の表は日本特殊当業のキャッシュフローのここ5年の推移を表しておりますがこのように2023年から2024年にかけて日本特殊当業の営業キャッシュフローは非常に増えておりまして2倍程度まで増えております。 2020年頃から2023年まではほぼ横ばいであったことを考えると、急激に伸びているのがわかると思います。売掛金などのキャッシュインの時期もあると思いますが、それを加味しても、急激に伸びていることは変わらないと思います。 また先ほどお示した前期の営業利益はその前の期から2割程度しか増えておりませんので実際の現金収支で見ればだいぶ見え方が違ってくるのではないかと思っております。 例えば、サラリーマンで言いますと、税金や社会保険料などを差し引いて、銀行に実際に振り込まれる手取りの金額が30万円ぐらいの人がいきなり60万円振り込まれるということですので、だいぶ家計に余裕が出るのではないかと思っております。また、売上高から日本特殊当業の営業キャッシュフローマージンを計算しますと、約19%となりますので、 一般的な会社から比べれば4倍程度と圧倒的な現金創出力がある企業となっております。そしてこれは日本特殊登業の自己資本の推移となっておりまして、このように2023年から2024年にかけて大きく自己資本が積まれているのがわかると思います。 つまり入ってきたお金が利益乗用金として積み上がっている状態であり、営業キャッシュフローの伸びから考えれば非常に納得できる伸びではないかと思います。それでは自己資本が積み上がれば株主に何か良いことがあるのかといえば当然にあります。このようにキャッシュの積み上がりもあってだと思いますが、直近で株主還元方針を見直しております。 つまりこのように変更前は完全業績連動型となっておりまして、連結配当成功40%程度の配当金をきっちり出し続けてきた企業となっておりますが、今回の変更により DOE 基準を採用し DO、e 4、DOE4% を加減とする安定配当部分と配当成功10%程度を目標とする 業績連動部分に分けて配当金を支払うとしております。DOE だけでないことから若干の配当金の変動はあるかもしれませんが、今後より安定的に配当金がもらえる期待が持てる株主還元方針であると思います。 また、配当金の裏付けとなる財務についても確認しておきますと、自己資本比率はこのようにどんどん上昇しておりまして、現状で68%程度あり、有利子負債倍率もどんどん低下して、現状で0.2倍程度となっておりますので、しばらくは配当金の原資に困るような企業ではないと思います。 また DOE の計算式の元となる1株あたりの純資産に関してもこのように順調に伸ばしてきておりまして、現状で3200円ほどとなっております。したがって安定配当部分の DOE4% はと言いますと127円程度となっておりまして、 8月26日の全場終わり値で考えますと、安定配当部分の配当利回りは約3.1%となりますので、安定配当部分だけでも高配当と言える水準となっております。また、これは日本特殊投業の配当金の推移となっておりますが、これまでは完全業績連動であったとはいえ、業績が好調であったことから、 基本的には配当金は右肩上がりに増えておりまして、特に直近では大幅に伸ばしております。そして先ほどの安定配当部分、127円というのはこのあたりとなっておりまして、この部分が安定配当部分となりますので、インカム投資をされる場合であっても一定の安心感が持てるのではないかと思います。 一方で、これは日本特殊登業の今年の3月ぐらいからの株価チャートとなっておりますが、このように4月12日に直近の高値をつけており、そこから見ますと現状の株価位置は約25%下落している状態となっております。 そして8月26日の前場終値で言いますと株価は4100円程度と値下株ですが配当利回りは約4%程度 PER が9.8倍 PBR が1.25倍と PER は10倍を割れておりますので純利益面から言えば割安な状態であると思いますまた時価総額も8000億円程度ありますので一定の規模的な安心感がある企業であると思います ここで日本特殊投業の概要について簡単に触れておきますと、日本特殊投業はスパークプラグにおいて世界トップシェアを誇っておりまして、5割弱の圧倒的なシェアを持っております。また、排ガスセンサーに関しても世界シェアがトップクラスとなっておりまして、いずれの商品も高いシェアを誇っている会社となっております。 ただこのような商品はガソリン車などの内燃期間を使った自動車のみに用いられる部品となっておりますので今後電気自動車が普及する中で将来性に関して不安を持つ方も多いと思います一方でこれは日本特殊塔業が示した長期のスパークプラグ排ガスセンサの販売数量見通しのイメージを表しております 冒頭でお話しした営業キャッシュフローの激増はこの点が大きいと思っておりますが、実は昨年から伝送のスパークプラグや排ガスセンサーなどの来年期間の事業譲渡がなされておりまして、シェアを拡大して今後の売上の落ち込みを補おうとしており、しばらくは現状の営業キャッシュフロー水準を維持できる公算が高いのではないかと考えております。 それではしばらくとはどのぐらいかと言いますと、これは補修用プラグの将来性を表しているスライドとなっております。実は全体の売上の半分以上稼いでいるスパークプラグについては、新車に取り付けるものよりも補修用が7割以上を占めておりまして、その補修用の成長性については、2040年頃までを見込んでいるとしております。 また比較的 EV 化が進行している中国市場においても自動車保有台数の将来見通しに大きな変更がないため補修用プラグの成長は全体傾向と相違ないとしております排ガスセンサーについては新車に取り付ける方が多いため電装からの事業譲渡を受けた分でどれだけ補えるかが重要であると思いますがアメリカのテスラの決算をちょこちょこ見ておりますと テスラの世界販売台数が2四半期連続で前年割れしておりますので、ガソリン車から EV への移行もやや遅れるのではないかと思っており、個人的にはあと10年ぐらいは少なくとも現状の営業キャッシュフロー水準は維持できるのではないかと思っております。 それではこのような状況で専門家であるアナリストは今季来季の日本特殊登業の業績をどのように見ているのかと言いますと今期に関してはこのように売上から純利益まで会社予想を大幅に上振れると予想しておりまして来季に関しても順調に伸ばす予想としておりますので少なくとも来季まではスパークプラグも排ガスセンサーも順調に進捗すると考えているのではないかと思いますし また、このコンセンサス通りであれば増配も十分にあり得る業績予想であると思います。ただ、コンセンサスが高いということは、コンセンサスに業績が届かなければ、それだけ株価の下落予知もあるということですので、このあたりは注意して見ていった方が良いと思いますし、特に為替は注意した方が良いかもしれません。 これは今期の想定為替レートとなっておりまして、例えば米ドルに関しては1ドル140円としております。 現状で FRB のパウエルさんが9月にほぼ利下げをすると明言しておりまして、すでにどこまで折り込まれているかはわかりませんが、日米の中央銀行の政策権利の方向性が変わらなければ、さらなる円高も想定されると思いますので、そうなれば日本特殊投業の業績にはマイナスに働くと思います。また、もう少し長いスパンでの懸念点は、 スパークプラグや排ガスセンサーに代わる次の柱が育っておりません。例えば日本特殊陶業が得意とするセラミックの技術を使ったセラミックボールや放熱基板、モーター用の積層磁石などを開発しており、今後の市場の成長性も期待されるところであると思いますが、まだ全く次の柱に育っておりません。 これは営業利益の予想ですが、このように新規事業について今期の赤字幅は狭くなる予想ですが、それでも100億円以上の赤字を予想しておりますので、この部分の不透明感は依然強い状況であると思います。ただこれは各証券会社の目標株価となっておりまして、直近では東海東京証券やモルガンスタンレー、野村などが目標株価を引き上げております。 そして直近の6ヶ月の平均値や中央値で見れば25%程度の上値落ちというところではないかと思います。ただ先ほどのコンセンサスを前提に形成されている目標株価であると思いますので、 業績が先ほどのコンセンサスに届かなかったり、進捗率などから考えて届かないと考えられるような場合には、目標株価も引き下げられると思いますので、そのあたりは留意しておいた方が良いと思います。それではこのような状況で日本特殊投業の現状の株価位置を確認するために、簡単に指標名について確認したいと思います。 まずこれは2020年ぐらいからの予想 PR の推移となっております。このようにここ5年の平均の予想 PR が9.4倍であり、現状の予想 PR が10.2倍ですので、ここ5年で見ればやや高い位置にあり、またここ2年で見てもわずかに高い位置にあると思います。 ただ全業種の平均が15倍程度と言われておりますので、そこから見れば非常に低い水準であり、またコンセンサスを信じるのであれば、さらに PR 水準は下がると思います。またこれは2020年ぐらいからの PBR の推移となっております。 ここ5年の平均の PBR が1.01倍であり、現状の実績 PBR が1.3倍程度となっておりますので、ここ5年で見ればやや高い水準であり、またここ2年で見ればやや低い水準となっております。現状の実績 PBR は1倍を超えておりますので、一般的には割安と言える水準ではないと思いますが、1.3倍程度ですのでそれほど割高でもないと思います。 また、現状の営業キャッシュフロー水準が続けば、それなりに純資産も積み上がると思いますので、そこから見てもそれほど割高というわけではないと思います。次に株の時期を確認するために信用倍率の推移についても見ておきますと、現状の信用倍率が8倍程度となっております。 過去の推移を見れば若干高めではあると思いますが、目安の10倍を下回っており、それほど気にしなくても良い水準であると思います。最後に株の加熱感を確認するために、オシレーター系の冷やしの RSI について確認しますと、現状の RSI は82%程度となっております。RSI に関する基準はこのような基準となっておりますので、現状は間違いなく変われすぎの状況であると思います。 以上をまとめます。今回は添加プラグと排ガスセンサーで世界最大手の日本特殊投業についてご紹介させていただきました。日本特殊投業の業績について、前期は売上から純利益まで過去最高を更新しておりまして、また今期についても前期につけた過去最高をさらに更新する見込みとなっております。 また、1級の決算についても市販機ベースで過去最高となっておりますので、業績は絶好調であると思います。さらにごまかしにくい営業キャッシュフローの面から見ても、日本特殊投業の営業キャッシュフローは2023年から約2倍となっておりまして、 営業キャッシュフローを売上高で割った営業キャッシュフローマージンは現状で約19%となっておりますので、全業種の平均が5%程度であることから考えると、驚異的な状態となっております。 営業キャッシュフローの増加により自己資本が積み上がり、DOE 基準に配当方針を変更したことから考えれば、今後の段階的な増配も十分に考えられるのではないかと思っております。一方で株価は直近の高値から約25%下落しておりまして、配当利回りは4%を超え、PR は10倍を割る水準となっておりますので、魅力的な水準であると思います。 また、スパークプラグは圧倒的世界シェアナンバーワンであり、排ガスセンサーでもトップクラスとなっております。業績の好調やキャッシュフローの積み上がりは、電装からの事業譲渡が大きな影響を与えていると思いますし、今後、来年期間の先細りが懸念されるところですが、 補修用プラグは2040年頃までは成長と予測されており、テスラの決算などを見れば個人的にはあと10年ぐらいは現状のキャッシュフローを生み出していけるのではないかと思っております。 今後の懸念点は新規事業が未知数な点と日米の中央銀行の方向性の違いによる円高影響であると思っており、コンセンサスが高いことからコンセンサスに届かなければ株価の急落もあるかもしれません。指標的には過去の推移から見ればやや高めであり、RSI が約82%と加熱感が出てきたところであると思います。 以上から考えますと、日本特殊塔業は、伝送からの事業譲渡を受けた影響も多分にあると思っておりますが、直近の業績は非常に好調であり、またそれに輪をかけて現金の創出能力も非常に高い状況ですので、自己資本の積み上がりから考えれば、今後の株主還元が非常に楽しみな会社であると思っております。 新規事業の立ち上がりの遅さや円高、コンセンサスの高さは懸念であると思っておりますが、しばらくは現状の営業キャッシュフロー水準が続くと思っておりまして、今は残存者利益が大きい状態であると思っております。ただ、株価にはやや加熱感が出ている点は少し気になりますので、RSI が少し落ち着いてくれば面白い銘柄になるのではないかと思っております。 それでは最後に少しだけご紹介させていただきます。お金の研究所ではメンバーシップを行っております。メンバーシップに入っていただければ、月に1回追加で動画を見ることができるというものになっており、直近ではこのような動画をアップしております。また昨年の11月からこのような動画をアップしておりまして、これまでに10本の動画を上げております。 10本というキリの良い数字になりましたので、これまでメンバーシップでご紹介した銘柄の投資成績を分析してみました。動画をアップした終わり値の株価から2024年の8月20日までの騰落率はこのようになっており、幅は当然ありますが、平均で約5%弱上昇しており、対応する日経平均株価の騰落率と比べても2%ほど上回っております。 また動画をアップした際の株価から計算した配当利り回りを単純に加えたものを配当込みのリターンとしますとご紹介した銘柄の平均リターンは対応する日経平均株価のリターンよりも3.8%程度上回っておりますちなみに優待銘柄もこの中に含まれておりますがこの数字には優待の価値は含んでおりません そしてこのようにボラティリティを見ればご紹介した銘柄は日経平均株価よりも下値が硬い割には上値が伸びているという結果になりました。 もちろん数字自体は切り取る期間により変わってまいりますので、良い悪いは一概に言えないと思いますが、個人的に継続してウォッチしておりますと、ご紹介した小型株のような業績や配当利回りが高い銘柄を集めてポートフォリオを作ると、どの時点で区切ってもこのような傾向があります。 つまりメンバーシップを始める前は個別株であることからインデックスよりも少なくとも上にも下にもボラティリティが高いと思っておりましたがご紹介した小型株のような業績や配当利回りが高い銘柄は下値が硬い割には上値が伸びていくという傾向があり個人的には興味深いと思っておりますまたこの表をご興味があれば止めてみていただきたいのですが 当然ですが大きく伸びているものとそうでもないものがあり現時点で答えが分かった後に見直すとこのような状況で株価が上がりやすいとか個人的にも色々と勉強になる部分がありますペットボトル1本分ぐらいの値段でこれまでアップした動画を全て見ることができますのでもしご興味があればメンバーシップ登録をよろしくお願いいたしますなお投資は自己責任でお願いします ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、チャンネル登録、高評価、メンバーシップ、よろしくお願いいたします。